いつもご視聴いただきありがとうございます。えー、今回は、えー、攻撃のビルドアップの中のですね、えー、とアンカー、まあ,あのボランチと呼ばれるポジションの、えー、ところで話ができればと思います、はいで。前回同様ですね、あの攻撃のビルドアップのところを、えー、ポジション別に今説明をさせていただいておりますので、えー、ご参考までにご覧になっていただければと思います。でえっ、ー、とビルドアップの部分ですね、でまあ、アンカー、ボランチというポジションが、まあ、あのー えとまあ、フォーメーションの中の、えー、一番、まあ、中央を位置した、えー、攻撃、守備、まあ、どちらもこう、まあえーまあ、攻撃の舵を取ると呼ばれるそのボランチのところですね、と呼ばれるポジションのところで、まあ、攻撃も守備もこうバランスを取って、か、え、じ、ーまあ、を取っていくような、そういうようなポジションになっていいます、はいでえー、とそこについて今日は話ができればと思います。 で基本的なところのポジションとしてはですね、えーとまあ、フォワードと、あとフォワードですね、えー、あとはそのシャドウ、まあ、セカンドトップの、えー、とボランチのちょっと前にいるポジションのこの3人ですね。で、えー、とここのところで、えーまあ、ダイヤモンドのポジションをと取れたりとか、あとはトライアングルのポジションとか、まあ、距離感のところがとても重要なので、そのような、えー、ポジショニングを取ると。 まあいいのかなと思ってます。まあそれがまあベースとなるポジショニングかなと思います。これがあのフォワードが遠すぎたり、えー、まあどちらかに、まあ寄ってしまったりとかっていうことではなくて、まああの選択肢が増えるような、このダイヤモンドのポジションであったり、ドライアングルのポジションっていうのを取れる、えー、その位置っていうのがとても重要なポイントとなっていきます。はい。で、まあその中で1番目ですね。で、えっ、ー、と、フォワードと えっと、セカンドトップ、えー、シャドウの、あとサイドバック、えー、あとサイドハーフ、サイドミッドフィルダーですね。まあ、ここが見えるようなポジショニングを、えー、に立つっていうところがとても必要になってきます。まあ、攻撃のところで、えーまあ、このディフェンスラインのところも見えるっていうのもそうなんですけど、まあ、ただ攻撃にあたってはさらにこう前にボールを運ぶっていう意識が出てきますので、えー、必ずこの さらに前のポジションの選手ですね。フォワード、えー、セカンド、シャドウ、サイドハーフ、またはあのサイドバック。まあ、攻撃に変わるところの、えー、必ず見えるポジションに立つということが重要になってきます。はい、で、えっ、ー、と2番目についてが、えー、とサイドバック、えー、シャドウと呼ばれる、えー、とセカンドトップ、サイドミッドフィルダーの、えー、サポートのポジションを必ず取っていくというところですね。 えー、まああのー、このボールが動いて、えー、ボールがですね動いたときに、まあ、サイドバックにボールが入った場合にはえっ、ー、とそこのサポートをしっかり取りに行く、えー、まあ、このセカンドトップに行ったところにボールがいった場合には、えー、ここの、えー、とサポートを取れるような位置。 にえーまあ、サポートをの取れるポジションに立つというところですね。まあ、常に、えーとまあ、自分が近い関わるポジションのところはもう必ずサポートのポジションを取って顔を出すということがとても重要なことになってきます。はい、で、まああのまあ、必ずそこに顔を出すことによってリスクマネジメントということにもなります。取られた場合ににすぐに 守備っていうような切り替えっていうところもできてくるので必ず関わりが一番増えるようなポジションかなというふうに思ってます。はい、で、えっと、3つ目がですねディフェンスラインに含まれて、えー、3ディフェンスを形成するっていうところですね。まああのビルドアップの時にですねまあサイドバックが高い位置を取ってきてまあセンターバック2枚がいて、えー、ここに3バックを形成するような形で。 一度、えー、とこのセンターバックのところまで降りることによってさらに、えーとえー、ビルドアップのところで、えー、優位性ができるっていうようなポイントとなってきますまあ、あのー、まあここに入ることによって今度センターバックも少し高い位置を取らせることもできますし、えー、さらにあのビルドアップっていうのがし,、まあ、しやすくなるかなっていうような効果はありますはいでえっ、ー、と4番目ですね4番目についてはえー 相手ディフェンスラインへの背後へのスペースに飛び出すっていうようなことも重要になってきます。えー、とまあ、効果としてはまあ,あのボランチの選手がこの相手の背後のスペースにまあえー、と毎回毎回ではないんですけどタイミングを見て相手スペースの飛び出していくっていうような動きをするとまあ,あの通常だと この相手のボランチの選手が捕まえたり、相手の、えーまあ、セカンドトップの選手が捕まえたりするようなポジショニングなので、えー、ともうセンターバックも捕まえきれないような、えー、状況になるので、まあ,あの状況によってはそのような、えー、と動き出しができると、相手も捕まえづらくなるので、よりこう相手が困惑するというところが出てきますので。えー タイミングを見てこのような動きをするととてもいいかなと思います。ビルドアップの部分でですね。はい、まあ,あの自分が配給する側だけではなく配給される側にもなるというところですね、はいでえーと。で、ビルドアップの部分は今の内容になりまして次、崩しのまあえー、とビルド攻撃の崩しの部分については、まあ、セカンドラインからの、えー、飛び出しへのリスクマネージメントというところですね。はい まあ、あのセカンドラインから飛び出したっ、えー、とにそこから、まあ、どうリスクを、えーまあ、回避していくとかっていうところもとても重要になってくるので、まあ、そういうところもとても重要かなと思います。はい、で、えーとまあ、ポイントとしては全体的なポイントとしては、まあ、あるのが縦パスラインの確保ですね。でサポートの時に、えーまあ、縦パスを入れていく時の まあそのラインの確保っていうのもとても重要になってきます。えっ、ー、と、まあ、サポートをするときに、えーまあ、縦パスにボールが入って、そこのサポートを必ずしていくっていうところですね。ボーフォワードに入った場合にもサポート、えー、セカンドトップに入った場合にもサポートっていうところですね。っていうのが、まあ、ポイントかなと思います。で、まあ、えっ、ー、と、まあ、前の選手は、 まあ常にこう前を向けるという状態ではないので、まあ、その場合に前を向けなかった時に必ず前向きの選手を使っていくっていう中で一番そのアンカーの選手が受けやすいポジションでもあるので、まあ、そういうところのサポートというのはとても重要かなと思います。はい、であとは、えー、とサイドチェンジの起点になるというところですね。まああのボールを縦パスに入った場合に、えー、サポートをしてここからサイドチェンジをにしていく。 サイドチェンジをしていくような、まあ、そういうこともできてくるのでまあ、そういうところも重要かなと思います。であとはあの切り替えの局面の予測というところですねで先ほどの、えー、とリスクマネージメントというところを伝えたんですけれどもまあ、あの相手ポジションにサポートをしていくことによってボールを取られた時にすぐにあの守備に切り替えというようなリスクマネージメントというところも重要な要素かなというふうに思っております。まあ、本当にこの、えー 全体的なボランチアンカーというポジションがもう攻撃守備のかじ、えー、取り役というところも、まあ、どちらも重要な要素になってますので、えーまあ、一番あのー、サッカーの中でも今はでも重要なポジションかなと思います。はい、えー、以上がまあ攻撃のビルドアップの中のアンカーボランチの、まあ、そのポジションのところですね。 ビルドアップのところでどういうポジションを取っていくのかとか、あとはあのリスクマネージメント、攻守に関わる重要なポジションなのリスクマネージメントをどうするのかとか、まあ、そのような話をさせていただきました。はい、えー。以上となります。またご参考までにご視聴いただければと思います。えー、ご視聴いただきありがとうございました。